その戦争に賛成か反対かということを判断するためにその問題の国に問題の国に属していることが必要かどうか、日本人だったら日本人であることが必要かどうかということですね。日本が戦争に向かうことに反対するかしない、そんなことないですよ。だからそれはその原則としてそうじゃないし、実際にもそうでないでしょ。だから国籍によってその戦争に賛成か反対かということじゃないですよね。それは問題はないと思います。関係はない、問題国籍はない。だからそれが精神の自由、精神の自由です。誰だったかな、モンテスキューかな、18世紀ですけど、モンテスキューがね、私が一番愛するのはそのフランスだって言ったかな、でフランスよりもっと愛するのはヨーロッパだな、それでヨーロッパよりももっと愛するのは地中海文明だと、そしてそれよりももっと愛するのは世界だと言ったというのが有名な言葉があるんですが、そういうことで同時にだから戦争に反対するというのはその何国でも、だけど自分の国だから戦争に反対とかそうじゃなくて、そのもっと大事なのはだからそう自分のふるさとだけの村だけじゃなくてね、フランスでフランスだけじゃなくてヨーロッパって、そういうふうになる。まあそれはその、簡単に言えばそういうことじゃない。だから国籍はそんなに問題じゃない。日本国の、憲法には国籍を変えることは自由だったのがありますよね。誰にも妨げられないと。で、それなんかはですね、そういう考えがよく出てきたと思うんですよね。前の憲法にももちろんそういうことはない。日本はその大変日本国に国にくっついてるんですよね。で結構その愛国心はあるけど、例えばフランスにも、しかしでフランス人はさっき言ったようなモンテスキューはフランス人ですから、だから日本人が言いそうもないことだと、国籍は自由っていう、国境は最後の目標じゃないですからね。学生時代の自由、つまり雑誌新聞ももちろんですが、だけど雑誌が中央公論とか改造とかね、そういういわゆる総合雑誌とかもあって、総合雑誌には論文が載ってて、いろんな政治問題やそれ日中戦争なんてのに、まあ、シナ事変と言ってましたけど、そういうものの論じた議論の方載ってたんですね。でそれがですね、39年、40年、41年にパールハーバーになるけど、真珠湾になりますけど、その間どんどん減ってった。それが戦争とか日本の社会情勢とかそういうふうなこと、それからそれ以外のつまり日本の占領中じゃない国のですね、ヨーロッパとか北米とかそういうところのニュースは激減してたんですね。でそれもさっきちょっと触れましたけども、逆戻しがないんですよ。私が減ると言ってるのも非常に確実にだんだん減ってくるんですよ、ね、で途中でもってちょっと例外的にぶり返して、またそのアメリカのかなり詳しいニュースが入ってきたとか、そういうことないわけなんですよ。どんどん減るわけで、何でも全て、ね、客観的なその現実、つまり環境に関する情報っていうのはそういうわけで、だんだんに貧しくなっていった。だからつまり言論の自由が圧迫のもとでこの殺されるという、そういうことは非常によく分かったね。それは毎月で月刊雑誌ですが、月刊雑誌を読んでいったらもう実に綺麗に
分かって分かりましたですね、うん、でその中には財布のね人たちもいて、でそれは、うん、例えば東京帝国大学の経済学部の教授だった人はね、何人もみんな逮捕されたりなんかしてる。だからそこへ行く前に、例えば一つの私がよく覚えてるのは、あの大森義太郎という経済学部の教授で、ウイル日本という有名な論文を書いたんですよ。中国のだったかな、改造だったどっちかです。でそれはその中国侵略戦争が、あれはその全然経済的に見てもそれ無理をしてね、それで日本国民を飢えさせてる戦争だということを言ってるんだ。そこから抜け出すためには戦争をやめるほうがないという反戦の議論ですね。でそれが載って、まあ大変もちろん学生としてそれを読んだわけですが、そのちょっと1年経つとね、あのそういう種類の論文を時々総合雑誌に書いてた大森さんの記事は、あの映画批評に変わる。で一切政治問題に触れないで、その映画の批評が中央公論に載るというのは半年ぐらい続いたかな。そしてそれが半年続いたら今度はゼロ、映画にしろ何にしろ一切その名前が消えた。そしてその次に名前を見てみたのは、その新聞紙による逮捕ですから、非常にはっきりしてるんですよね。そのだん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 、それで逆戻りはなんかないから、そんなに複雑じゃないで、ちょっと注意深く、あの毎月月刊雑誌を読んでれば、その何が起こってるか、そういう意味ではよく分かる。で自由を制限されたと。ただし、まあそういうことをちょっとつまらんことかもしれませんけどね、あの外国の雑誌が、まあ、マジでラジオは禁止されてたね、短波放送は聞いちゃいけないことになって、聞きましたけどね、ちょっとは。雑誌は40年までは入ってたな。だから大変、真珠湾までは中国と戦争しながら、ヨーロッパの雑誌は入ってました、あの研究室には。だからそこ行ってその雑誌を読むことは自由なわけですね。だから日本の中にはもうヒトラー批判はなかったけど、あのファシズムが同盟するんですから、だからそういうのをその批判的な論述はなかったけど、例えばそのフランス語の文学雑誌が入ってるから、だからそれを見ればそれはもうコッパ無尽に徹底的にそのやっつけてますからね、ファシズム。だからそれはそのツンボサジキではなかった、ヒトラーと同盟したいでしょう、日本政府は、日本の軍部は。しかし世界中の我々が名前知ってるような作家知識人はその徹底的に反対なんだということは分かってたんです。だからそういう意味では情報の穴がちょっとあったね。そうぐらいしましょう。